こんばんは。こんばんは。もう夜も更けておりますね。遠いところまで呼び出して。え、いやいや、何おっしゃいますやら、はい、もうここは素晴らしい宝物がいっぱいあるところですからね。すごいな。いますか。すごいガレージやんか。すごいガレージでしょう。なかなか本邦初公開。うん、やっぱこういうガレージがあるとええよな。ええな、うん、かっこええな、はい、ということで、なんか謎めいたバイクが埋まってますよ。なんかごぞごぞしょる子がおるけど、はい、あ、こんにちは。あ、まだいられるか、まだいるか、まだいるか、まだいるか。ということで今回はオイル交換がテーマでございます。出張、出張、はい。ということで、はい、この間お兄ちゃんが出とったけんな。そう、金の卵2。いや、銀の卵。今はまだ銀の卵かな。銀の卵かもしれんけどな。ということで、はい、まあ、今回はですね、はい、オイルのテストをするのに一番いいのは過酷な状況で使うことだと思うんですよ。なるほど、やっぱりね、はい、じゃあ過酷な状況とはどういう状況だということで、我が多分うちに来てくれる中で一番オイルを過酷に使う人物にご協力を依頼しようではないか。なるほど。ということで、はい、まあ宗師にね。え、週末が中国戦やろ。そうです、週末中国戦で、その翌週が、うん、全日本です。全日本やんな、はい、そうなけん、はい、頑張って、はい、今からそのオイルテストをその本番でやってもらおうと思います。本番で。いや、だってもったいないもん。練習でテストするのもったいないや。大林モーターさん提供じゃないんですか。バカ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 、高いんやって。ほんまに、そんぐらいのサポートをしてもいいんじゃないんですか。あ、まあ、じゃあそうやな、あの、後々あれやな、じゃあ稼ぐようになったら俺もポルシェ買ってもらわないかんけんな。そう、今のうちからも。そうやな、オイルを種甘いとかないからな。そうか、そうそうなったんでって言ってポルシェのミニカー持ってくるよ多分。ミニカーな。そう、マジで。まあ、ということで、え、そうしょ、これいつも使いようのが、はい、このオイルはあれ、これ使いようやな。はい、これやろ。ああ、高級オイルじゃないですか。これも高級で、はい、でヤマハのレーシング GP4 のやつで、ヤマハの純正オイルで言ったら一番よろしいやつやけど、そのえ、これ以外のオイル使うことってあるの。これ以外は、うん、そうですね、スポーツっていう。あー、スポーツとやったら違う、これやっぱ乗った感じ。そうですね、結構トルクが全然違います、ね、うん、あ、トルクが違うんや、そう、結構、うん、スポーツはもう、うん、最初1時間ぐらい乗ってたらもう、うん、全然トルクなくなってくるんですけど、これ結構耐えてくれるので、スタートとかも出やすいです。あ、そうなんや。これは正確なレビューが期待できそう。お前やな、俺ちょっと装置のこと舐めとったけあの大したレビューが返ってこなかった。どうせ分からんだろうって言ってどうせあいつ分からんかもしれんけんなって言いながら来たけんな、ほんまに。あ、そうなんや。でもやっぱ1時間ぐらいとかそのぐらいでも変わってくんや。そうですね、暑さによってでは全然変わります。もうずっと20分とかして、本当に垂れてきますし、これは期待できるで、ちゃんとしたレビューが、はいはい、頑張ります、はい、ということで、まあ、一応ね流れがあって、今回はこのいつもの、うん、まあ、フィーリングが分かっとるこのヤマハのオイルに、はい、こいつを添加します。テレッテッテレーン、ジュイン SOD1 やんか。はい、SOD1 と言いまして、まあ、さっき総主にも話しましたが、 100ml で1700円するもうバカげた代物でございますよ、ほんまに。それ全部入れたら、いや待て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 全部入れよ、やめろやめろやめろってなるので、はい、で、まあ、なんでこんなことをするかっていうと、はい、これはね、ここに書いてますが、はい、強力の還元洗浄、洗浄による機能の回復っていうのがあるので、まずそれをするのでことによって、この、まあ、言うてもこのエンジンも結構使っとるもんな。そうですね、100時間乗ってますね。そうやろ、もう買い替えの言っとくよ、100時間乗っとるエンジンで、はい、多分全日本出るやつこいつぐらいだよ。こっちに新車があるのに。新車がもったいないけど使わないって、ほんまに。そうなんやって、で、まあ、これを使いますと、で、はい、プラス、あの、要は油膜がさ、こいつ、はい、あの、入れることに熱くなるというか、うんうんうん、まあ、あの、ほら、保護性能が高くなるっていう触れ込みやんか、はい、でな、
実際でも油膜が厚くなったり保護性能が高くなったら、まあレスポンスとかが変化するんじゃないかと思って。まあするやろそら。やろ、うん、だってそんだけなんかこの辺の膜がついたらこうやって動くのかな、うんうんうん、めっちゃ動きにくくなるはずやけん。ほら、うちのハイエースにこの間入れてくれたやん。俺乗ったけど、めっちゃエンジン静かになったよ。ほんまに？うん。そうなん？いや、しよう。してんけど。いや、俺は未だに疑いよるけど、基本的に。いや、静かになった。ほんま？めちゃめちゃ。ほんま？うん。まあ、じゃあ、とりあえず、なので、今回はこの4、あのヤマハのオイルのいつも知ってるフィーリングに点火することによって、はい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 、まず SOD1 のチェックをしようという感じです。え、もう入れたらいいやん、両方。え？ええか。ええか。やっぱ何事も取れたことがあるけ。あ、そうそう、日本三本に分けるだけでここ出しにするよこれでな。すごいな。そうそう。で、はい、まあ、それを入れて点火してちょっと走ってみようかなと思うので、まあ、とりあえずね、はい、まあ、今からかこれに混ぜ混ぜしますわ。で、基本的にやっぱとろみがね、うん、あるっすね。SOD1 の方が、うん、かなりとろとろやね。ね。で、まあ、これをとりあえずぶち込んで、ドップンと。はい。もうこれでいくらやろうな。まあまあ値段するね、こんだけ入れたら。まあ元のオイルも高いし、ね、元のオイルも高いけん、これはとりあえず勝負でかけてやってきてもらえたんだな。もう優勝間違いなしやな、うん、でもやっぱこのほら普通のスタンダードの10の40ってこんなもんだよね。そうやね、やっぱとろみがあるよね。こんなもんやん、普通だいたいこんな感じね。うん、はい、なんでまあ別にこの状態では変わんないですね、はいはい、ということで、じゃあもうドプッと入れちゃってください。入れます、はい、ね、でそのなんだっけ、はい、中国戦行くんでしょ。行くよ。あとこの続きの取れ高取ってきてな。取ってくる取ってくる取ってきてな。取ってくる、まあ、実際どうだったかっていうのを走ったね、はいはい、走行フィーリングをね、そのレビューも聞いてくる、はい、はい、レビューを聞いてきて、総主は総主でちゃんとレビューが喋れるようになる。来たらええやん。え？来たらええやん。忙しいんやって。ほんまに。そんな言うて。忙しいんやって。ほんま来たらええやんか。日曜日に？うん、応援しに。ああ、じゃあ気が向いたら。気が向いたら行くようにしますんで。消極的やな。気が向いたら行くようにしますんで。まあね、多分総主パイセンがかなりこう詳細なレビューをね、はい、してくれると思うので。そうやね。それはもうな。バッチリいけると思うで、うん、そらもうあれやって、うん、うまいことトルクが出たとかもうエンジンめっちゃ回るわとかって言ってこう YouTube の撮れ高上げることによって来年のスポンサードはもうバッチリ間違いない、ね、ほんまやな、ほんまやな、うん、で、まあ、じゃあこれでとりあえずどんな風な走行フィーリングになるかっていうのをチェックしてもらいつつ、はい、まあこれで次行ったら次はこれやけロイパさんを、はあ、はあはあはあ、だからもうさらにどうなるかっていうのをな、はい、チェックをしていこうと思いますので、まあ中国戦ね頑張って走ってきてもらったらと思いますので、はいはい、ちなみにえ中国戦走るだけやったら何時間使うん？え、そうですね、20分、20分プラス1周やけん、まあ名古屋で50分、うん、2ヒートと練習やけん、まあ、1時間やな、うん、ほらもう1時間でもうあのさっきもうオイル変えるって言ったらお父さんは俺のスクーターに使おうかって言ったら、はい、スペシャルメカニックは言われた。そうそうそう、スペシャルメカニックの次スクーターにあの使われるらしいけ。そうそう、まあスペシャルメカニックの方もね、はい、多分あのそこでレビューしてくれると思いますのでどうだったかっていう。やっぱりええわってなるかもしれない。そう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 、1時間使っとっても余裕やってなるから。スポーツやったらダメらしいけんな。ああああ、そうやな。そうそうそう。まあ、ということでじゃあそんな感じで、まあ、じゃあ次中国戦の方をまた走ってきてもらって、はい、その様子をレビューしてもらいつつまた次のロイヤルパープル編につながっていきたいと思いますので、はい、また皆さんよろしくお願いいたします。ではでは、頑張って
行きたはい、パイセン来た、いいぞー、レッグドライブ、1ヒートはすごかったけど、そうっすね、なあ1ヒート3位ホールショットで3位、まあ、2ヒートははい続いてアイドルさんです両方足して終わったら半分やけど、そうっすね、まあまあ、まあ、でも結構やっぱオイルがそうっすね良かったんで、良かったパワーで取ったクラッチのつなぎが、あ、そうなんや、めちゃくちゃ良かった、いい感じでいけました、するなスムーズに、スムーズに回転する、パワー感は、そうです、パワー感もめっちゃあります、あ、めっちゃあるんや、めっちゃなんか、ま、マフラー変えたんで、あ、まあ、そっかマフラー変えたか、普通のオイルと比べんとは分かんないですけど、うん、ま、記憶した中ではそうです、ちょっと伸びが良くなったり、そう、あとエンジンのタレがなくなりましたね、タレが、その普通のオイルやとずっと全開しとったら、うん、圧縮がなくなって、うんうんうん、全然エンジンが回らないんですけど、全然絡まれませんくてちゃんと前に進んでました、まあでもね、そうそう2ヒート目も最後尾スタートの4位、切れましたね、もう驚異的な追い上げやったな、めちゃくちゃ頑張りました、ね、あれな、スタート良かったらいっとったな、もうちょっとバトルしたかったですけど、はい、まあ、全日本に向けてもらえるんですけど、というわけで次の来週の全日本に向けて頑張っていきましょう、はいはい、頑張ります、お疲れでした、はい